カス先生がいる。早くエリネガンを潰せ。さあ早く。だがさすがに早いな、サスケ。上半身だけを。早い方がいい。この左目を潰してくれ。させん。カムイ。さくら。カカシ先生、その左目。一瞬だったよ。それより、オビトはどうなった？マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。本来の主にリネガンの両目が戻れば、おそらく誰も太刀打ちできなくなる。俺はもう動くことすらできない。少しでも気を抜けば、そのままリネガンがマダラに渡ってしまう。両目が揃ってしまえば、もう左目の一つでさえ、強すぎるチャクラと動力で己を失いかけた。動力とは、二つ揃って初めてその力を発揮するもの。そこにマダラが現れたらしく。そうか、オビトはそう言ったのか。オビトはもう限界で動けなかったし、このままじゃマダラにオビトのリンナガンを取られちゃう。返してもらうぞ、その左目を。いや、お前は俺の思い通りに動いてくれた。己を自分で傷つけることはできなかったはずだ。知っていたようだな、オビト。私に貫かせ。それが十尾の陣中力になるには、あれが邪魔だったからな。操り人形にする獣印札、仕込まれた体の中からそれを取り除こうと、無論自害することもできなかったはずだ。俺にとって大切な駒だったからな。今からの情報だとかなりヤバいみたいだよ。霧隠れの実験体がどうこうとか言ってるけども。カカシが敵に向けた技を利用して命がけで阻止したが、あれも計画も。ミナトが別の任務に出ていた時を狙い、カカシ一人を残してリンを連れ出さず、シロデツどもがお前を煽り、地下からタイミングよく外へ出られたのも全て偶然だと。人を操るには心の闇を利用しろと教えたよな、オビト。言ってたリンとバカカシってのがヤバいよ。何があった？二人きりで霧隠れの城。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。なんか別の任務中みたいだね。カカシの手で小娘が死んだのは出来すぎだったがな。どっちにしろ傀儡の忍びで殺すつもりだったんだが、自分だけが違うと思うのはおこがましくないか。リンへの、仲間への、火影への忍びへの深い愛情。俺の思い通りになるにはもう少し必要なものがある。これでよし、もう動けねえぞ。じゃあこっち頼んだぞ。奴の影はどうした？影分身と陸道の棒でガチガチに止めてきた。嘘、どうやってこんな。行くなと言ってるんだ、ナルト。俺ってばそれ初撃なんだけど。次はリンネガンを揃えて出てくるんだぞ。ね、そうなの。好きなものはカップラーメン。もっと好きなもんはイルカ先生におごってもらった一楽のラーメン。里のやつら全員に俺の存在を認めさせてやんだ。名は内葉サスケ。ある男を必ず殺すことだ。皆から認められ英雄となった今も火影を目指してる。命を狙われた相手を未だに思う。何があろうとついたサスケを切り捨てず殺すことだった。そしてイタチなき今、お前は何を望みどこへ進もうとしている？火影になる、そういった本当の意味、それって。お前が今何を思っているのか俺たちに話したくないならそれでいい。
前、来るよ。お前たち、鈴取りの最初の演習を覚えてるな。オビト！残念だが、オビトはもういない。心の中でお前たちに後を頼むと子供のように拝んでいたよ。この眼力、私やっと二人に追いつけたみたいです。続いて、柱間の孫娘と同じ再生体の術か。なんだ、つかくは私のこと大丈夫だから。何をする気だ。これが陸道の力。前の時よりでけえし数が違う。自爆転生。俺はこいつらの死に様を記録しておくか。離れるぞ、ナルト君たちは。やつなら必ずうまくやってくれる。来た、美獣どもの天使手裏剣。奴の影はこっちにいるんだぞ。すごい。クラマ。おあの目、まさかマダラの術がもう。大名様。なんじゃ。外が大変なことに。夜なのに昼のように。この光は影をも貫き見通す。隠れることはできん。そして、光を通していないのか。今外へ出るな。俺の目で作ったスサノオがなければお前も奴の現実に縛られるぞ。これは樹海コタン、真珠の生命エネルギーで人々を縛っている。戦争はどうなりましたか。